瞬間をショップチャンネル。午後のティータイムの時間、皆様はいかがお過ごしですか。今週はお茶以降社内キャラバンウィーク、お手伝いするから中継させてということで、ショップチャンネルのあらゆるところから中継を行って、よりショップチャンネルのことを皆様に知ってもらおうという企画を実施しています。本日はコンタクトセンターに来ております。ご覧のようにオペレーターの皆様、今まさにお仕事真っ最中です。最大250名のオペレーターが24時間交代で勤務しています。ということで、こちらコンタクトセンターの鈴木さんにお越しいただきました。鈴木さん、よろしくお願いします。いい男でしょう。電話だけじゃもったいないって感じですけれども、1日どれぐらいお電話お受けになるんですか。はい、1日平均5万件から6万件お電話を受けたまっております。随分いっぱい取るんですね、はい、そういった中でやりがいはどんなところですか。はい、そうですね、お客様から、変えてよかったであるとか、間に合ってよかったであるとか、そういった喜びの声をいただいた時にやりがいを感じます。いい人ですね。なんかドキドキしちゃうね皆さん。ちなみに、あそこにさっきね、ショップスターバリューを見つけたんですけど、はいはい、あれ何なんですか。そうですね、サンプルなんですが、オペレーターはサンプルを見ながらお客様をご案内する際に参考にさせていただいてます。あ、結構ね、はい、皆さんなんかいろいろ商品も勉強なさってると伺いますけど、はい、そうなんですか。そうなんですね、はい、参考にしながら、はい、つどつど案内してます。なんか結構ね、お勉強会したりとか、はい、ベンダーさんとかメーカーさんに来てもらって、はい、これはこういう商品だよって説明を受けたりとか、はい、そういうのもやってらっしゃるでしょ。そうなんですね、そういう時に商品について知識を学んで、そこでまたお客様に対応する際に案内しているという、そういった形になります。だからよくね、テレビでもオペレーターも勉強してますから聞いてくださいねって、本当なんですよ。こういった方々が皆さん本当に頑張ってらっしゃって、そういった中でこうご自身の中でこう、これはちょっと気をつけなくちゃななんてことあります。そうですね、やはり喋る仕事ですので、普段から喉のケアには気をつけてます。じゃあその気をつけてる、はい、なんか奥義は。奥義、こまめにうがいをするとか、そういったことですかね。もうちょっと特別なこと聞きたかったよ。なかったです。そんな感じなんですね、はいはい、あんまりいじめるとね、私がなんかヒールみたいじゃん、これくらいにしておきますね。私たちもこういうの仕事なんでね、気をつけるっていうのは、まあ前の日にカラオケ行かないとか、そうなってるのかなって感じですけれども、はい、まあそんな程度なんですけどね、ここでですね、オペレーターさんたちに聞きたいことがあってね。お茶以降は皆さん見てくださってるんですかね。はい、そうなんです、14時台のショップスターバリューが、の紹介が終わってからホッとできる時間ですので、あ、みんなで楽しみにしてます。こんな感じのつまらない話でも皆さん楽しめてるんでしょうか。いや、本当にいつも楽しみにしてます。本当ですか。はいはい、頑張ります。皆様の投稿が命なんで、お茶以降はそういった皆様の投稿を実はコンタクトセンターの皆様にも実はいただいていまして、はい、ちょっとそれを読ませていただこうかと思います。はい、幸せのクローバー様、以前商品についてお問い合わせをした際、コンタクトセンターの方がとても親切に対応してくださりありがたかったです。ありがとうございます。幸せのクローバー様は覚えてらっしゃらない。あ、そうです、これ名前じゃないですか、はい、すいません、はい、ジャスミン様、コンタクトセンターの皆様、いつもありがとうございます。時々キャストの方が着用のサイズなど問い合わせていますが感謝です。って、ありがとうございます。なんかキャストの着用っていうのはどういうふうに伝わってくるんですか。はい、スタジオの方から連絡いただいて、はい、その内容をオペレーターの方に共有する形にさせていただいてます。じゃあいつもね、さん今何サイズ着て何色着ますかっていうのを聞かれるんですけど、はいはい、じゃあそれがそのまんまコールセンターの方に、はい、コンタクトセンターの方に着てるってことなんですか。はい、そうなんです。ちゃんと伝えます。ありがとうございます。ちゃんと伝えます。はい、お願いします。ラムレーズン様、コンタクトセンターの皆様にちょっとわからないこととか気軽にメールさせていただいてます。いつも丁寧なお返事ありがとうございます。これからもよろしくお願いしますとのことでございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。こういうのってなかなかコールセンターの方、はい、コンタクトセンターの方には届かないですよね。はいはい、そうですね。コールが来たらちゃんとお流しするように、はいはい、ありがとうございます。励みになります。お願いします。そこで今回お手伝いをしますということなので、電話対応のお手伝いを今日はしてみようかなと思っています。はい、私やったことがないんですけれども、はい、この後のオムロン体組成系斉藤キャストが担当でご紹介するんですが、その時にご注文いただいたお客様
様にもしご要望があれば私がちょっとお話しさせていただこうかなと思っておりますが、あの全員が対応できませんが、もしあの指名いただけるようだったら、あの何人かお話できればと思っておりますので、お買い物の際ぜひお声掛けくださいませ。鈴木さん、その時にこうなんかこう気をつけた方がいいよっていうポイントあります？はい、そうですね、あの一見正しく聞こえるのですが、実は日本語としておかしい例文をご紹介しますね。はい、あの根津さん読んでみてください。間違い分かりますか？はい、あら、もしもし、お電話ありがとうございます。ショップチャンネル根津でございます。これは良さそうじゃん。ご注文でよろしかったでしょうか？それではお名前をいただいてもよろしいでしょうか？ご注文の方は以上でよろしいでしょうか？本日は私根津が受けたまわりました。ご注文ありがとうございました。わからんけど良さそうな気がする。じゃあ答えせよ。そうですね、はい、まずあのもしもしなんですが、基本的に第一声としては使用しておりません。あ、言わないんですか？はい、そうなんです。でも第一声ってことは第二声ぐらいには言っていいの？第二声には大丈夫です。あ、よくないですね。はい、本当に間違えてるのかと思ったら、はい、毎回そういうふうに言う、今仕込みだったんですか？はい、そうですね。そうだったんですね。はい、失礼しました。あのご注文でよろしかったでしょ。これは違いますよね。そうですね、今ご注文あのしてくださってるお客様に対して過去形はよろしくないですね。はい、ドラマでも見たこれは、はい、それではお名前をいただいても、そうですね、あのいただくはもらうの謙譲語ですので、はい、プレゼントのようにあげるやもらう、そういった際に使用するのはいいのですが、はい、この場合はあのお名前はまあ伺うとか、あの確認しますとか、そういった言葉を即結婚って感じですもんね。そうですね、はい、なるほど、伺ってもっていうのが正解なんですね。はい、そうですね。でご注文の方、これはね、はい、方もあの2つあるうちの1つを選ぶ言い方ですので、はい、この場合はどっちの方がみたいな時だったら使うけどということですよね。はい、これは合ってたんですね。合ってました。はい、よかった、大体大丈夫でした。はい、ありがとうございます。はい、あとクッション言葉って根津さんご存知ですか？クッション言葉、ボエンお願いってクッションっぽく言ってみたけど、そんな感じ。あ、そうですね、あのずばりですが、あの相手への心遣いを表現する言葉でして、あの会話中の潤滑油の役割を果たします。で話の内容をあの明確に伝えることもできますので、はい、申し訳ございませんが、いや恐れ入りますがはどんな 場面にも使える苦笑言葉ですので、ね、この後ぜひ使用してみてください。苦笑、ね、言葉の話ね、何にも入ってこなかった。せっかくボケたのにつかみないんかいっていうところで、私すごいなんかただボケボケなつまんない感じに今なってました。失礼しました。あのそういう時には、はい、なんでやねんってやってください。そうですね、そうですね。ちょっとやってみ、はいはい、なんでやねん。優しい、優しい。もうなんか電話したくなっちゃう。すいません。あのそれでは、16時までにこちらでお電話の対応を私がしますので、あの皆様お待ちしております。あの今いろいろ教えていただいたので、それをうまく活かせるようにしたいな。できればあの変な言葉だったらごめんなさい。それからあの明日はキャラバンお休みでございます。あの祝日なので、スタジオからお茶以降をご紹介いたします。それも私が担当いたします。確かテーマはお手伝いの思いでありますかっていうテーマだったと思います。皆様の投稿だけが命なんで、ぜひよろしくお願いいたします。そして木曜日はショップチャンネルピープルの撮影スタジオから僕ちゃんが工場キャストが行う予定になっています。ショップチャンネルへのご質問、お声も合わせて募集しておりますので、ぜひこちらもご覧になってくださいね。あ、まだもうちょっとお時間があるので、最後あの鈴木さんご一緒に、はい、あのちなみにあのこちらのセンターに入られて、はい、何年くらいなんですか？今10年くらい勤務しております。10年もやってらっしゃったんですか？はい、あのもう差し支えがなかったら前職は何だったんですか？はい、会計事務所で働いてました。もうキャストにスカウトしたいですけどね。皆さん、ここに鈴木さんいなくなっちゃったら多分コンタクトセンターがすごく困っちゃうと思うので、スカウトはしませんけれども、こんな皆様が働いてるところに皆様いつもの注文をしてくださると思ったら、なんかとってもとってもまた買いたいって気持ちになります。ありがとうございます。あのそれでは皆様、午後のひとときが素敵な時間になりますように。鈴木さんご一緒に、せーの。春のウキウキ気分をさらに高める心躍るキャンペーン、まずは応募で当たる2つのコースから選べる国内旅行をプレゼント。